はい、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。北海道山ビールのケンです。ついにですね、6月25日に開催されるサロマコ100キロウルトラマラソンまでね、2週間を切った時点でね、この動画撮ってます。皆さんのね、お手元にももうとっくにね、この事前発送の大会要項ゼッケンね、その他届いてるかと思います。今年のね、参加賞 T シャツご覧になったでしょうか。まあ、白のね、T シャツということで、今詳しくはね、ここではデザインをね、出さないようにしておきますけども、皆さんの届いてるとかと思います。あと、それと中身なんですけど、まずね、この参加のご案内ということでね、このペーパー入ってますね。それと、私たちのね、名簿、全部載ってるね、少し厚めの大会のね、要項入ってますね。それと、重要なお知らせということでね、必ずお読みくださいということで、ペーパーが1枚入ってます。それと、セルフチェックシート。ゼッケンですね。この青い袋と赤い袋ですね、2枚入ってます。青い方はね、100キロ、50キロともに、ゴール用ですね。ゴールに荷物を預ける用のための袋ですね。で、赤については100キロだけですね。これは 54.5 キロの、ポイントにね、荷物を預けておくための袋です。これね、間違えないように青と赤ね、したいところですね。それとね、パンフレットがね、ちょこっと入ってました。はい、実はですね、この動画を撮ったのは、6月1日に、大会主催者側からね、ホームページにコースのね、一部変更がありますということで、発表がありました。一番大きいのはですね、輪っかのね、原生開園の部分ですね。そこについて、前回5月の18日と22日にですね、2本ね、コースレビューということで動画を出させていただいたんですけども、そこの部分がね、変わったということと、もう一箇所、30キロ過ぎのところでね、一部コースの変更があったのをね、気づきませんでした。大会のね、この要項書にもね、記載がありますのでね、そのことについて皆さんとね、情報共有をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、ここから先はね、画面を見ながらね、一緒にやっていきたいと思います。まずですね、大会のホームページを見ると、第38回サロマコ100キロウルトラマラソンコースの変更についてということで、6月1日にね、発表がありました。これを見るとですね、5月29日の実行委員会にて代替コースを設定し、日本陸連及び世界陸連、認証コースの検定を受けてね、大会を結成することに決定しましたということで、まあね、コースがね、崩壊しているにもかかわらずですね、きちんとね、まあコースを変更して、さらにですね、ちゃんとコースの検定を受けて大会をね、開催していただけるということでね、本当にね、ありがとうございます。これを見るとですね、下のに、コースの全容ということで、あるんですけれども、通常はですね、このあたり、通常はですね、このあたりですね、約80キロ地点のですね、入り口から輪っかの、ね、森に入って、ずっとね、この輪っか原生開園を走ってですね、この第二湖口のね、橋の折り返しで、折り返して、ずっと同じコースを戻ってくると。で、さらにね、国道に出てから残り2キロでゴールする。ということで、通常はね、これまでのコースはなっています。前回ね、出した2本の動画でもね、このような感じでご紹介させていただいて、ただ、その一部ね、今回、崩落をしてしまったということについてはですね、このあたりですね、ここで崩落を起こったということで、動画の方ではね、この輪っかのネイチャーセンターから、こんな感じでね、走ってきたのをね、ご覧いただいたかなと思いますけど、大きく変わったのがですね、この部分。それとですね、パンフレットにね、記載があったのはね、31.6 キロから35キロの地点にね、一部コース変更がありましたということで、この部分ですね、変更になったということで、記載がありました。資料がですね、もうこれしかないんで、なかなかね、現地の方がね、どの道走るのっていうところがね、わからない部分があるんですけどもね、今日はね、この辺をね、地図を見ながら、検証をね、してみたいと思います。
もしね、詳しい情報をね、ご覧の方がいましたらですね、コメント欄にね、書き込んでいただけると大変ありがたいです。はい、ということでですね、画面はですね、その5月のゴールデンウィークに思想にね、行った時に、撮ったね、ガーミンのね、データです。通常ならですね、ここの部分ですね、この部分の、これ見えますかね、これ。約80キロ地点、ワッカ原生会の入り口ですね、これワッカの森なんですけど、JA ところさんのね、工場です、通常だったらね、ここからずっと入って、ワッカ原生会をね、ずっと走ります。で、ずっと行ってこのね、第二古港橋というところをね、渡ってまた折り返して、ゴールということになるんですけども、今回の変更はですね、75キロ地点から93キロ地点について変わりますということなんですね。で、75キロ地点というとですね、ここが、サルマのね、鶴ヶリゾートさんの位置です。で、75キロ地点というのはね、この道路をずっと走ってきて、このカーブをね、差し掛かったちょっと先がね、75キロ地点なんですね。そのちょっと手前、少し小さいんですけど、ここからね、ワッカのね、原生花園、ネイチャーセンターに向かう、道路をね、こう左折すると道路になってます。で、看板があるんで、すぐ入ってまた右に行くとですね、このですね、橋をね、渡るんですね。これが、栄浦大橋。まあ、ちょっと読み方ね、合ってるかどうかわかんないんですけど、ここをね、渡っていきます。で、ずっと道なりにね、行くとね、ここ。今ね、ポイントがあるかと思いますけど、ここがですね、ワッカのね、原生花園のネイチャーセンターです。で、ここからですね、ワッカのね、原生花園にずっとね、メイン道路が入っていってですね、ちょうどここのポイントに、前もね、動画で、ご紹介したね、あずま屋があります。大体ですね、通常のコースで行くと、86キロぐらいのね、地点に当たります。で、ここをですね、おそらくこの竜宮街道をまず最初に左に曲がってですね、第二古港橋の方に行くと思います。で、コースのね、全容図を見ると、通常ならばこの橋を渡ってすぐに折り返すんですけど、おそらく距離のね、調整で少しね、中に入っていくんじゃないかなと思われます。そこからね、また折り返して、今度はずっとこの輪っか原生花園をね、またずっと走っていって、あずま屋を通り過ぎて、今度はね、反対方向に、走っていきます。で、ここですね、このポイント、このポイントはですね、今回崩落のあった地点です。前のね、動画でもお知らせしました。ここでもね、ちょっとね、流しておきますけどね、波の浸食でね、道路のね、海側がね、崩落しちゃってるんですね。多分ここのちょっと手前ぐらいでね、折り返すんじゃないかなと思います。で、ずっと戻ってきて、またこのね、あずま屋のところから、ネイチャーセンターの方に帰ってですね、来た道をずっと行って、もう一度この栄浦大橋を渡って、ここに戻ってくると。で、この時点で約93キロ。で、残りはですね、もうここから、ずっとこの道なりにね、走っていって、ここまで来るとね、残り2キロっていうのはね、変わりません。約ね、この、出て93キロから7キロね、ゴールまで、ありますんでね、こんなね、コースになるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、75キロからのね、変更点をね、もうちょっとね、大きい、画面をね、使って、見てみたいなと思うんですけど、ここがね、敦賀のサルマ湖リゾートさんからね、走ってきた道路ですね。このカーブを曲がって、この先がね、75キロ地点がね、通常なんですけども、この手前からですね、左折しますね。で、ワッカのね、ネイチャーセンターに行くには、ここずっと、さっきね、お話しした、栄浦大橋ね、これをね、ずっと渡っていきます。で、ここはね、ワッカのネイチャーセンターになるんですけど、ここからさらにね、ちょっと広めの道路がずっと散策路が出てまして、走っていくと、ここにね、あずま屋が出てくるという感じですね。これを左に行って、第二古港橋で折り返して戻ってきて、さらにね、ここ通り過ぎて、またね、輪っか原生花園をずっと走って、崩落地点のね、手前ぐらいでまた折り返して、またここで戻ってくると。で、ここからまた、ネイチャーセンターの方にね、ずっと帰ってきて、同じ来た道を出て、
またね、元のコースに復帰して残り7キロという感じですね。こんな感じで、イメージしていけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい。あとですね、この第二国王橋のね、部分の折り返し地点についてもね、ちょっと見ていきたいと思います。ここからね、右の方からずっとね、走ってきて、この第二国王橋をね、今まで渡るかと思います。今回もこの渡ると思うんですけど、全容のね、図を見るとですね、もうちょっと先までね、行ってる感じがしますね。おそらくね、この舗装が終わった後もね、若干進んだ後にね、折り返して、また戻ってくるんじゃないかなと思います。あとはね、さっき説明した通りのね、和歌のね、ネイチャーセンターに戻って、またコースに復帰するというような感じになるんじゃないかなと思います。はい、ということで、コースのね、一部変更ということでですね、皆さんと一緒に情報共有してきましたけども、いかがだったでしょうか。31.6 キロからね、35キロ地点については、農道をね、走るということには変わりないので、体制にね、影響はないかなと思いますけども、75キロ地点からですね、93キロの変更部分については、かなりね、これまでのコースとの変更が起こってますんでね、事前に、知っておいた方がいいと思いまして、情報共有をさせていただきました。ただ、この情報についてはね、大会から発表されている通り、コースの全容ということでしかね、私はちょっと見つけられなかったので、これがね、本当に合ってるかというところについては、もしね、詳細の情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらね、ぜひコメント欄にね、いただけると助かります。ただ、ね、和歌ネイチャーセンターの方に行く通路についてはね、ほぼ1本しかないかと思いますので、大体あの通路でのコースになるんじゃないかなというふうに予想します。特に、今回は折り返しがね、2つあります。第二国王橋の折り返しと、通常これまでになかった第三折り返しがね、ありますので、間違えてね、第二国王橋に折り返ししてからね、ネイチャーセンターの方にね、戻らないようにしたいなというふうに思います。失格になっちゃいますんでね。それと、大会までね、2週間を切りました。本番まで体調を整えてくる時期になっていると思います。私もですね、もう距離を抑えてですね、ここから先、たくさんね、走らないように、体調を整えていきたいと思います。天気についてなんですけども、今、北海道もですね、結構ね、暖かくなってきてまして、日中の最高気温がですね、23度から25度ぐらいでですね、天気がね、推移しています。この先のね、サルマ周辺の予報を見てもですね、だいたいレース当日で23度から24度というね、予報が出ています。例年、このサルマの本番になるとですね、急に暑くなって30度を超えたりですね、また逆に、低体温症になるほどね、寒くなったりするというようなね、状況がこれまでもあったかと思いますので、天候にね、対するね、対策、ウェアとかね、グッズ等もね、しっかり準備してね、臨みたいなと思います。それではね、約2週間後、6月25日、湧別町のね、スタート地点で元気にね、お会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。